はい、どうもこんにちは車はいつものミニキャブトラック U42T なんですけれども今回はですねあの出かけた先でエンジンが全くかからなくなるというねトラブルになりまして、まあ、スターターも回らないし電装系ライトもホームもラジオも全て一切もう電気が来ないという状況になったんですね。なんとか応急処置で帰ってこれたんですけれども。 でまあ電気が全くダメというとねこのバッテリーターミナルとかアース線が外れるなんてこともねまれにあるんですけれども今回それではなくてですね古い車かなりかなりポンコツっていうかね私の車のようなポンコツ車に発生する場合があるトラブルだったんでご紹介してみたいと思います。キャビビンののの後ろの方ににでですねこのように、えー、ボルト2本で止まっているサービス ホールっていうかね点検口の蓋があるんですけれどもこれ出先で外そうとしたんですけれどもボルトが少しね角が丸くなってて手持ちの工具で外れなくてね、えー、やむを得ず下の方から作業したんですごいやりにくかったんですけれどもこの蓋が開けばね今回の修理は割と簡単です。えー、そういうわけでですね家に着いてから、えー、このなめかかったボルトをね イイスプライヤーとかを使ってて取り外してこの点検口の蓋が開いたんですけれどもえここの蓋が開けばですねご覧のようにこの点検口を開けるとすぐねセルモーターとマグネットスイッチがあるんですけれども原因はですねこのマグネットスイッチのプラス端子にバッテリーの配線がね直接切ってましてここから分岐する形でねえ車両の電源用の コード配線がつながってるんですけれどもこの電源電源ケーブルのね電源の配線の先端にある圧着端子これがあの金属疲労で折れちゃったんですねで外れてしまってまあもう電源系が全てダメになったということですねでこのプラス端子ですねこれ被覆1センチくらいむけてる箇所があるんで ここにです、ね、まあこんな感じで針金で、えー、この電源用ケーブルをくくりつけてあの応急処置をして家まですのでこの上の蓋点検口を開けばあの簡単だったんです,ですけれども開けれなくてね下からやったんで非常に手間がかかったというわけですね。 あ言い忘れましたけれども電装系の作業をする場合ですねバッテリーのマイナス側端子を外しておかないと工具とかが触れてショートしたりする場合があるので気をつけてくださいね、えー、では部品が手配できるまでの間ねここの部分に仮止めしておきたいと思うんですがこのようにねプラス端子のナットを外してここに取り付けて臨時ね置きたいと思います。あ今たたのがね破綻した 圧着端子の欠片ですね、えー、これがですね今落っこっちゃった金具ですけれども、まあ、金具というか圧着端子ですねこれがプラスの、えー、電源ケーブルの先端部分につ,ついてたんですけれども、まあ、金属疲労で折れてしまったんですねですので、まあ、これと同じ形状のものを取り付ければ、えー、修理完了ということですね、えー、端子が手に入るまでの間ね臨時に仮止めして えー、今回のね教訓としましてはこのサービスホールですねこれ普段開けることがないのでこのネジとかが結構ね錆びついたり変形したりしてる場合があっていざという時開かない場合があるんですね今回もそうなんですけれどもこれが開けることができればもうちょっとね簡単に大きい修理ができたんですけれどもねまあふから点検しておいた方がいいですね。